はい、皆さんこんにちは、千載一遇です。今回はですね、オリジナル商品の、ご紹介です。このですね、ちょっともう中身半分になってますけど、上機嫌の、銀だらの酒粕漬け、これをご紹介します。この上機嫌っていうのはお酒の名前です。坂田酒造さんという山形の、酒蔵さんで作ったお酒で、結構有名なお酒です。で、この上機嫌からできた酒粕を使って銀だらを漬け込んでみました。で、もともとこういう、酒粕漬けで、例えば銀だらにこだわるとかね、その漬けるものにこだわるっていうのはよくあるんですけども、逆にこの酒粕の方にこだわったら美味しいのができるんじゃないかなっていうふうにふと思いまして、たまたまご縁をいただいて、この、上機嫌の酒粕をいただくことができました。で、漬けたのがこの、上機嫌、酒粕漬けです。で、今回ちょっと食べてみましたシリーズってことで、今、さっきね、自分で作ってみたんですけど、ちょうどお昼でお腹空いてるんで食べてみようと思います。こういう感じでね、きれいに焼けました。すごくね、美味しいです。よく酒粕漬けが苦手ですっていう方がいらっしゃるんですけども、こう酒粕のね、こう極端な癖がなくて甘みがあって、すごく食べやすいです。今まで買っていただいたお客さんにも、いろいろご評価いただいたんですけども、いや、ちょっと酒粕漬け苦手なんだけども、これは美味しいねっていうことで、ご評価をいただくことが多いです。そういう意味で今回、こちらをご紹介しています。で、実はですね、去年製造したこの、上機嫌の酒粕漬け、期限が6月25日までということで、もう3ヶ月を切っておりますんで、今回は実はこの 4尾、ここに2つあるんで4枚入ってるんですけども、この4切れ入ったものを3パックでお買い得にして今販売をしています。当然ね、品質っていうのはもうバッチリですし、美味しさは変わらないんで、これを機会にね、今ちょっとお安くしている時にお試しに召し上がっていただければすごく嬉しいです。そういう意味で今回はこの上機嫌の酒粕漬けをご案内いたしました。ぜひね、サイトの方から入って、お試しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。以上です。はい、おとなしすぎますか。はい、おとなしすぎました。いや、全然ですか。これでいいですよね。ちょっと、うまい。上機嫌の酒粕漬けだから、不機嫌な状態から入ろうかなって思ったんですけど、ちょっと意味わかんないなと思ってやめました。はい、ということでお願いします。以上です。